アントニオアダンガリードは、スペインマドリード出身のサッカー選手。スポルティングクルーベでポルトガル所属。ポジションはゴールキーパー。レアルマドリードの下部組織出身。2006から07シーズンから、レアルマドリードカスティージャに昇格。3シーズンを過ごし、チームキャプテンを務めた。2009から10シーズンは、夏の遺跡史上で、ジョルディコ・ディーナがヘタフェ c F へ遺跡したことに伴い、 イケルカシージャス、イェジー・ドゥデクに次ぐトップチームの第 3GK に昇格した。グループリーグ突破が決まっていた2010年12月8日の UEFA チャンピオンズリーグアージオセール戦にて負傷したドゥデクに代わって後半から途中出場しトップチームデビュー。翌2010から11シーズンはドゥデクの引退を受けて第 2GK に昇格。2011年2月13日の RCDS パニョールで試合開始直後にレッドカードを受けたカシージャスに代わってゴールを守りプリメーラディビシオン初出場無失点に抑え1から0の勝利に貢献した2012年12月22日のマラが CF 戦ではジョゼモーリーニョ監督の言う戦術的理由によりカシージャスに代わって先発出場の機会が与えられたが 三失点を騎士チームも敗れた。試合後、この起用は議論の的になった。2013年1月6日のレアルソシエダ戦でも、先発したが、前半9分に決定機を阻止して、PK を献上し、レッドカードで退場となったその後、カシージャスは、左手骨折のため離脱するが代役として、セビージャ FC より、ディエゴロペス・ロドリゲスが加入すると彼が、政治意見に収まり、 出場機会はなかった。9月2日、マドリーとの契約を解消、11月19日に、セリエ A のカリアリカルチョに加入した。聖児 EK のミカエル・アガッツィが、右太ももの負傷により離脱中だったため、代役として期待されていたが、その間ゴールマウスを守った第2次 EK のブラダ、アブラモフから定位置を奪えず、わずか2試合の出場に終わった。 2014年1月27日、カリアリとの契約を解消、レアルベティスに加入した。2018年7月10日、アトレティコ・マドリードと2年契約を結んだことが発表された。加入当初からチームのセカンドキーパーとしての位置づけだった。1シーズン目は、ラリーガでは2019年5月18日の最終節レバンテユーリー戦のみ。 コパデルレイではベスト16でジローナ FC に敗れるまでの計4試合にフル出場した。2シーズン目はラリーガでは2019年9月14日のレアルソシエダ戦に負傷したヤンオブラクに代わって24分間のみ出場2020年1月24日コパデルレイのクルトゥラルレオネサ戦に先発出場するもチームは敗退した。 二シーズン在籍するも公式戦7試合しか出場しなかった。2020年8月20日、スポルティングクルーベでポルトガルに2年契約で移籍した。これまでにユース世代のスペイン代表を経験。2006年夏に開催された UEFAU-19 欧州選手権ではキャプテンとして優勝に貢献。2006年10月に UEFAU-21 欧州選手権、プレイオフ対イタリア戦を戦うスペイン U-21 代表に初招集され、翌2007年2月のイングランドとの親善試合で U-21 代表でデビューしフル出場した。ありがとうございます。